チャルフラ。皆さんこんばんは。チャルフラニュースの時間です。本日はコロナウイルスについてインドの現在の状況をお届けしたいと思います。現在のインドの状況について、当初私たちチャロブラザーズのメンバーがインドにいた3月頃は感染者数が約500人程度でしたが、ついに累計感染者数が100万人を突破し、アメリカ、ブラジルに次ぐ世界3位の国となってしまいました。次にインド国内の感染者の地域別の比率を見てみると、マハラシュトラ州、タミルナード州、デリーで全体の約6割を占めているような状況になっております。現在の状況としては、インドのコロナウイルス感染者数は右肩上がりなものの、インド政府は経済回復に舵を切っており、感染者数が多い一部の封じ込みエリアを除いてアンロックダウンが進んでいる状況です。また7月16日にはアメリカとフランスの国際便の運航を再開するとインド政府から発表が出ています。チャルフラ。ではここで現在インドにいる沢地さんに現在の状況を伺ってみたいと思います。沢地さん。はい、どうも、チャロブラザーズの沢地です。インド引き続き、グルガオンに残って、現地から情報をお届けしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。インドの現在の状況いかがでしょうか？そうですね、引き続き厳しい状況が続いております。感染者数でいけばですね、アメリカ、ブラジルに続いて世界3位という状況です。インド政府公式アプリのアロギアセトゥによれば、本日付の累計感染者数は7月26日本日時点で138万5522人、1日の感染者数は4万8661人という状況です。ここ3日間は新規感染者数が減少しておりますが、これが果たしてピークアウトと言えるのか、まだ判断するには早い、そんな状況です。インドは6月から段階的にアンロック、つまりロックダウンの限定解除ということをやっております。現在はショッピングモールも営業を再開しており、日常生活で困るということは少ないのですけれども、引き続き感染者数の増加に注意が必要な状況です。ありがとうございます。未だ非常に苦しい状況が続いているようですね。現在インドにはどのくらいの日本人が残っているんでしょうか？はい、ロックダウン前には、日本人のインド在住者数は、およそ1万人程度と言われておりました。あくまで私の実感ですけれども、そのうち8割から9割方日本人が、日本へ一時避難しているものと思われます。したがって今現在残っている日本人の数はおよそ1000人から2000人程度と思われます。ありがとうございます。かなり多くの日本人がすでに日本に一時帰国しているような状況ということですね。沢地さん、今外にいらっしゃるようですが、インド人の皆さんはマスクしてらっしゃるんでしょうか？はい、ロックダウン前はですね、コロナの状況続いていてもマスクをしている人は全くいないという、そんな状況だったんですけれども、さすがに3月25日のロックダウンを機にですね、マスクをするインド人、格段に増えた印象です。自分が住んでいる地区ではですね、ほぼ9割以上が、マスクをしているような印象があります。ただ残念なのは、この間ですね、ある家の住み込みのメイドさん、と思われるサリー姿の女性の方がですね、マスクをしていないのを、見ました。おそらくですね、教育レベルや知識レベルによって、マスクをしている人していない人の割合、ばらつきがあるものと思われます。ありがとうございます。ここで心配になってくるのが医療体制かと思いますが、その辺インドの状況いかがでしょうか？はい、まず検査体制についてご報告しますと、日本人の方のですね、ツイッターなんかを見ているとですね、発熱したですとか、あるいは嗅覚、味覚がなくなっているなど症状があった時に、比較的スムーズに検査を受けられる状況が整備されているように感じられます。ただ一方、病床数という意味では
一般の病床はまだ空きがあるというふうにデリーの首都圏報じられていますけれども、例えば ICU だとか、あるいはもっと進んで人工呼吸器だとか、そういったところはですね、すでに不足しているという状況も見られるようです。ありがとうございます。医療体制についても徐々に逼迫した状況になってきているのかと思います。一方、経済回復に向けてアンロックダウンが進んでいるかと思いますが、インド国内の国内線状況いかがでしょうか？はい、おっしゃる通り、6月からアンロックということで、国内線も順次回復はしてきています。ただし、ロックダウン前と比べると圧倒的に便数は少ない状況です。そしてさらにですね、乗る際には熱がないかなどの健康状態に関する質問に答えたり、あるいは事前にチェックインだとか搭乗券の印刷などを済ませなければいけなかったりと、明らかに、ロックダウン前よりは、大変な状況となっています。搭乗時にもガウン、フェイスシールドなどを、着用することを義務付けられています。非常に限界体制という状況ですので、どうしても乗らなければいけないという場合以外はですね、避けた方がいいと思います。詳しくは私の個人チャンネルの方で実際にバンガロールからデリーの、航空船、乗った、時の、ね、様子をビデオに撮っておりますので、ぜひご覧いただければと思います。ありがとうございます。沢地さんがデリーに戻ってきた際の様子がですね、詳細に沢地の個人チャンネルの方に出ておりますので、詳しく見たい方はそちらをぜひご覧いただけるといいかと思います。沢地さん、お忙しいところインタビューありがとうございました。こちらこそありがとうございました。現地もまだまだ厳しい状況かと思いますが、お気をつけて、お過ごしください。はい、ありがとうございます。まだまだインドも厳しい状況ではございます。まだインドにいらっしゃる方は、くれぐれもお気をつけください。合わせて日本も第2波来ております。日々感染者が増えておりますので、手洗い、うがい、体調管理、マスクの着用、皆さんくれぐれもお気をつけてお過ごしください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、サロー。動画を見ていただき誠にありがとうございます。かくなる動画を良きと心得ば、おチャンネルのご登録、いいねとお言葉、お SNS と、お SNS はダメだ、ごめん。